具体的にね、農業でね、どういう問題があるかちょっと発言します。よく聞いてちょうだい。はい、一部の問題だよ。私は福島県で、専業で、農業を現在も行っています。私の、住んでいる須賀川は昨年、玄米から100ベクレルを超える米が全国一番で100ベクレルを超えてしまいました。それで田んぼを、除染する結果になったんですけれども、私たちは農地の土壌が何ベクレルあるかもわからないで作業してるんですよ。毎日空間占領じゃないんですよ。で、田んぼを除染するっていうことになって、私の地区は作業員はその地区の農家の私も作業員になってやったんです、仕事。除染の除っていう意味が分かってます？深く耕してない、薄めてるだけじゃねえの。取り除いて見えたから放射能なんて下がるわけないでしょ。田んぼ除染しました、空間占領剥がりました、全然下がってないですよ。取り除いてねえの、どうでしょう。原発が爆発した当時と環境はもう2年経っても何にも変わってないんだから、農業資材だって汚染されてれば、被覆資材などは使用してダメだっていう指示が出てます。それも農家は何ベクレルあるなんてわからないですよ。で、新しく買い直ししてどうしてくれんの。農家の思いっていうのをよく考えてみてください。私たちは作物を生産して安心安全なものを自分でも食べて消費者の方にも販売して、そういう収穫の喜びが今はないんです。価格が福島県のものは県外のものに比べたら本当に値段も安いですから、それを承知しながら作って損害賠償をもらって農家は何の活力がありますか。あと一つ言っておくことがあるんですけれども、福島県は農作物は出荷の前に全部検査しないと出荷できません。今は100ベクレル以下っていうことになってますけれども、農家が生産している私は頑張りますよ。これが何ベクレルあるって、放射能の要は100ベクレル以下だったら出荷できるわけですから、私は食べませんよ。買って食べる人は放射能を目で持って買って釣ってるって、どうなんの。俺らは分かってんだよ、罪の意識になるの作ってなって。自分は食わねえけど人の人に食わせてんの、どう思いますか。ちょっと答えてください。じゃあ関連して、ちょっと待って、関連して、今は深川地区のね農業の話をしました。もう一つ
相馬の玉野地区というところの話をします。それを含めて答えて玉野地区っていうのは相馬市の西部にあって、飯舘地区とほとんど放射能の濃度は変わらない、高いんです。山の中に入ると毎日70マイクロシーベルトっていう土地ばっかりなんです。除染はしています、部分的に。だけど畑の作物の収入の倍速が米の農家と違って倍速されないっていう例がいっぱいあるんです。でしかも住民の状況はそういう状況で生活していても自主避難地域です。生活に対する保障も不十分、精神に対する被害保障も不十分、二重の苦しみである。そういう地域が線引きによる救済から全く漏れていっぱい残っているんです。こういうことをもう一度国も東電も含めてその線引きから漏れた人たちの実例がいっぱいある。こういう訴えは決して漏らさないできちっと把握して救済していただきたい。それとこの先ほどもおっしゃったけれども、ただ自分の子供にね、例えば100ベクレルない食べ物であって50ベクレルとか、あるいは簡易な検出器は10ベクレルぐらいから下は不検出になるんです。まあ安いやつはね、そんな高い性能のいいやつはなかなかそれがない。アルファ化学線もベータ線もガンマ線も全部測れるなんてのはなかなか高くて手に入らない。ガンマ線だけですよ、セシウムの普通は測るのは。でそれで測って不検出なんていうものを消費者が本当に信じて食べるか、食べないんですよ。そういう内訳が分かってるから。であなたも、ね、西田さんもおっしゃる、私が聞きたい、それから文科省のあなたにも聞きたいが、自分の子供に例えば10ベクレルだから、これ不検出100ベクレルよりもはるかに低いんだから OK だよと言われて、それを進んで食べさせたいと思いますか。食べたいと自分でも思います。医者なんて食べるんですか。私は進んで食べる。ああ犠牲的な精神でとても立派でも子供には食べさせないんですよ。でそれが実態ですよ。西田さんは私と同じか、まあ、私と似たような年合いだからもうしょうがねえや、役目から死んでみせようとあるかもしれないが、自分の子供にはそれ食わせたいと思わないでしょ。放射能ってのはそういうもんですよ。指導さんののんきにそこに座って見せているけれども、自分の子供には食わせたい、そこで済ませたいとは思わないでしょ。これがね、国家がきちっとやんなきゃなんない本当の問題なんです。それがね、それを今の中間指針随分だか何かで書いていない、それをきちっとやらない最低基準だと国は明言してにもかかわらず、東電はそれを手当を取らない。それを法の場でこうやって見て聞いて知っているにもかかわらず、権限を持っているね、規制権限を持っている国がそれに対してね一言も言わない、こんな情けないことがどこにあるか。私はね、先ほど皆様の人格誇りということを申し上げた。私は同じ人間だから皆様のことはね同じ思いで敬服をいたしますよ、人間として。だけどさっきの誤りの話にもあったけれども、人間としてあなた方ね相当大きく自分の職業で自分の地位を守ることはそれは必要かもしれないが、やっちゃいけないところまで踏み込んでるんです。誇りはどこに行ったんだ。そんな思いに食べさせたくない、素直にそういう思いはね皆さん持ってると思いますよ。あなたもそうでしょ。小さな子供はまだ独身かもしれない、だからこれから子供を持ちますよ。その子供になるべく放射能から遠ざけたいと思うでしょ。それをその自分の素直な思いを国政に反映させられない、そんな情けない国家公認がどうやるか。人の命を危険にさらすんだったら自分もその覚悟を持てよ。誇りだろ、これが人間の。もちろんご指摘通りでございます。なかなかその世間一般の受け取られる方としてですね、なかなかそうなっていない実情でございますので、まあ、そうしたところはきちんと賠償で対応しているという形でございます。
あの先ほどあの福島の方を食べれるのかというのをご指摘いただきました。これはの福島県の方では例えば、まあ、経産省の方にもですね、実はその福島県産の、まあ、お米の直売会みたいなのがですねございまして、そういったものについてもですね、あの私はこれ個人的な話でございますけれども、あの買ってですね、あの家の家族の方と一緒に食べたりしているところでございます。まあ、こういった形であの福島県の農家の方々の風評がですね、まあ、少しでも回復すればですね、これはやはり、そうした形に持っていくべきというふうに思っておりますので、我々としてはそうしたやはり安全なものは安全、やはり本当に危険なものは危険なものとしてですね、きちんと対処していかなきゃいけませんが、安全なものは安全という形でですね、これは風評の解消に努めるということをですね、国としても努力してまいりたいと思います。これは単に賠償だけの問題ではなくて、農業政策の観点からですね、そうした風評の解消というのは、これまた農水省の方でございますけど、彼らも努力しているところでございますので、やはり国としましては、何回も申し上げますけれども、そうした風評解消に努力という形でですね、福島県農家の皆さんの活動をですね、サポートしていきたいと思います。はい、じゃあ、冬を、風評というけどね、風評じゃないんですよ。いいですか、風評ってのは根も葉もないことなの。根にも葉にもあんの。わかる、物からでないからいいじゃないんだって。農家は農地汚染されて何千ベクレルって言うんです。私は測ってます、全部あるんです。それ持ってってくれよ、そう言うんだったら。風評被害って言うんだったら全部持ってってくれ。で、物からでないからいいんじゃないんだよ。わかるよね、いつも言ってるよね、須藤さん。それもあるんだ。それで賠償されてるって言ってるでしょ。賠償されないのあるんだって西田さんに何か言ってるじゃないですか。されないんです。今も止まってるやついっぱいあるんです。リンゴの賠償出ないんです。福島市の農家で指導してますか。指導さんに指導してよ、ちゃんとやってよ。それ言ってんだけど全然進んでないでしょ。そういうもの、We need to get subscribed and get this unity stronger and beat YouTube at their own game. Okay, that's what this is about. Like I say, go to the remix button, hit the remix button. That way you'll have this video and keep up with this. Otherwise, you know, YouTube's just going to control us, guys, and it's really bad.